さっきまだ原稿もあったりしてもうなんとやってます。
Thank you.
皆さんこんにちは、コール白岡です。今日は、日曜日のこの後サンタルチア加藤先生が、ご出演されるということですが、利用者としては最後の舞台を務めさせていただいております。今日はちょっと2つほど皆様にお願いといいますかお知らせをさせていただきたいと思います。まず今回2曲目に4人ずつやった歌がございましたけれども、私たちのサークルのちょっと楽しさとかを知っていただければいいなと思ってやったんですけど、みんな緊張しておりました。普段練習の時はもっと楽しく、できてるんですけれども、やっぱり舞台に上がりますと緊張しております。普段練習は土曜日の午後に行っておりますけれども、楽しく練習しております。で、皆さんお歌を歌うことはすごく健康にいいというのはご存知かと思うんですけれども、ぜひともご自分でお家でカラオケとかで歌うだけじゃなくて、コーラス思いっきり歌が声が出せます。で、一人じゃありませんので、皆さん楽譜が読めないから無理だわとか、あんな高い声は出ないわとかっておっしゃる方いるんですけど、全然気になさらないで大丈夫です。みんなが優しくでもないんですけど、一緒に練習して歌えるようになります。実際今日この中に、実は3月の終わりからまだ2ヶ月も経っていないんですけれども、今日の歌全部覚えてもう並んでる会員がおります。わからないと思います。本当まだ2ヶ月経ってないんですね。でもとても歌が好きでっていうので会員になっていただいて、2ヶ月でみんなと同じようにこのステージに立っております。ですから皆さんも本当に私はっていうふうに気持ち、そんな必要ございませんので、ぜひとも土曜日にお越しください。後ろのパネルにもいろいろ写真とか貼らせていただきましたけれども、どうぞ気軽においでいただければと思います。で、もう一つなんですけれども、今度7月の28日の日曜日なんですけれども、中川先生と鶴野先生が指導している合唱団マコール白岡と、久喜にあります久喜コーラス同好会さん、それと茨城県の五霞町にありますやっぱり女性合唱団の霞荘、その3団体で、シオンという、演奏会を行っておりまして、2年に大体1回やってまして、今年が第4回目になりますが、久喜の総合文化会館で7月28日の、午後小ホールの方で行います。まだこれからチラシですとかポスター、作っている最中ですので、ぜひご覧いただいて、皆さんで誘い合わせの上足を運んでいただけたらなと思います。これから歌わせていただきます3曲もその中でも歌わせていただきます。シオン演奏会当日までにはもっとグレードアップして皆さんにお聞きいただければなと思っておりますので、どうぞお越しください。よろしくお願いいたします。それでは後半の曲歌わせていただきます。Thank you.
します。